あなんいの髪の毛雰囲気変わった?うん。たね、緑にしました。お、緑。<laughs> いつやったの?。一昨日です。一昨日。はい。<laughs> ついにグリーン。<laughs> 本当は青にしたかったんですけど。うん あの青だともっと真っ黒になっちゃうんで,うで、ね、ブリーチしないとやっぱり青ってあんまり目立ちにくいというかグリーンどうのこっっからやっぱっちゃうのかに、えっと、私は、えっと、去年にここら辺からブリーチしてるんですよ、うん、なのでほうほう多分ここら辺の緑にすごい入ってるっていうのがブリーチの跡が<ー>ここら辺は結構健康的な髪なんですけど,ど伸びてううそ,うそれがなんかブリーチのおかげでちょっと緑が入りやすくなってもともと緑っぽいのは入れてるんですけどアッシュなんで。<laughs> はい。だけど今回ちょっと強めに入れてみた強め入りましたと感じですと。はい。確かに映像にするとすごいわかりやすいですね。うんね。うん。でえっとご飯を食べる前にまずはもう今度からね先のコーディネートはい服を先やりましょうとはいいうことで本日のはいカタさんのコーディネートはいですけども今日か働ていいかいけるのかな。 いるかな？今日はディーボックのスウェットです。うん、上後ろがこんな感じ。スウェット暑くない。あの今日は暑くないですね。起毛、うん、は若干あるんですけど、うん、なんかね。裏地は起毛してるんですけど、うん、今まだね。言うても寒い日もあったりとか。かね、今日もそんなにね。気温が上がらないということで、うん、まあ暑くなった。こうこうすりゃいいかな。みたいな気持ちで。 シャンディと年中スウェット着たりするので、こんな感じと、で、下が、えっ、ー、と、マヤというマンゴーのやつのマヤっていうタイプの。シリはい。ジーパンです。結構。結構ダボダボな、<laughs> 余計見えなかった。戻 <laughs> るか、やっぱ。<laughs> はい。はい。はい、結構ダボダボです。ダボダボ。はい。こんな感じ。本当だ。結構ダボダボ。結構最近女子みんなちょっとダボってるよね。そうですね。うん、ダボついてますね。ねんか私も散々なんか。 もうちょっと前までずっとスリムばっかりのブームだったんですけど、数年。ちょっとやっぱまたダボダボがしてまして。ダボってる感じだよね。はい。で。今日も、まあ、バッシュというか。トワイライトゾーン。トワイライトゾーン。ですね。これは今年発売したやつですね。これポンプだっけ。ポンプです。ポンプでね。はい。ポンプです。シュッシュできるのかな。シュッシュできますよ。あ、できるんだ。はい。本当だ。はい。ここよ。はい。トワイライトゾーン。通かな。はい。

<laughs> はい。<laughs> はいじゃあはいで。月曜始まってもうゴールディング結構昔った感じだよね。もう二週間経ったか。えあえ嘘そんな経ちました？あ今日十五でしょ。十五<ー>まあ終わってからまあまあ,、まああまあ、終わった一週間か。まあ。でもう終わってから一週間。は<ー>ここからねまあもう切り替えてると変だけどね。もうバリバリボードでいかないと。 うん、でも終わってみると何も変わらないです。そうなのね、はいはい。いや、でも僕、土曜日か、静岡行ってきたんだけど、で、結構の山の高いところで、はいうん、すごい寒かった。確かにこれぐらい行きたかったもん。ああこれでも寒かったかも。ちょっと雨ってんっ なんかウインドブレーカーっぽいの着たかな。で、たとそれでも寒そうだったから、中にヒートテック的なやつを着て、ヒートテックに、そう、T シャツに、ウインドブレーカー着て、で、雨がっぱ、それでも結構寒かったね。ずっと、なんか暖炉というか、ヒーターの前でこう、そうやって、まあね、雨も降ってたしねまだまだそうだね、春5月ってこう寒くなったり、暑くなったりだからね。 で確かにね、こういうパーカーというかスウェットがね、一、うん、枚あるといいかなって感じしますよね。そうですよね。うん、今日は最高十九度ですね。二十度はいかない感じですね。あ、や寒いんだね。うん、でもいや、ちょっと水曜日三十度、うん、木曜日三十二度っていうなんかもう来るんですけど。<え> <laughs> あ、急に来たのか。あららら、うん。もうもう三十度来ますよ。ちょっと待って降のね。金曜が。 うでも、でもまあ、もう20平均3市では安定しそうですね、うもうただ水木がすごい暑い、ね、あと <laughs> 夜冷えるんだよねそうですね。ね ちょできるんだよ、ね、今日誰も来ないね。<laughs> まだ <laughs> れれれれれ。食べちゃうか、はっきり。うん、うん、食べましょう。はい、また皆さん入れちゃったら。はい。いただきます。<う>今日はビビンバです。ビビンバ。今日は野菜たっぷりのビビンバです。同じ。同じです。あれ。私は、えっ、ー、と、サムギョプサルで、うん、ゆースケさんは、えー、プルコギです。おお。 なんだっけ焼肉みたいですかそうです。サムギョプサルと何だっけ豚のバラを焼いたやつです。はい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 。それはそれ醤油で醤油こっちがこっちじゃなんで、お好みで。はい、お好みでってみんないて僕かけちゃうんだよね。私お好みでは絶対かけないと思うんです。<laughs> <laughs> 好まないタイプ。あ本当 なんかきっとお店はおすすめししてるんでしょうよと思っ思がまあおすすめなまあそうですねとはいえ私なんか調味料あんまりかけないタイプですうん、うん、もう確かに土曜日もだからまた僕の大好きなレアハンバーグ食べたんだけどあいいですねうんそこは確かにねドレッシングというかソースはかけずにやっぱ美味しかったから、うん、そこは学んだ、うん、ここはソースもまあたまには味変でいいんだけどはい確かにねそのまま食べても美味しいよねそう素材がいいとね、うん あ、ソミちゃんのとこ来た、うん、こんにちはよい、うん、しょなんか食べたんですかそのハンバーグ以外は外で食べたのはそれぐらいですかでうんで、それはねもう終わった後もうすぐ3時間ぐらい入ってきたほうが近くのところで食べ,あの食べて、うん、車で30分ぐらいだったから、うん、フェスの中では、まあ、ビール飲んだりソーセージ食べたり なんかでも寒いからさ、とにかく。ああ。汁物とか飲みたくなりますね、あったかいの。ないんで、ああいうとき。あと、フェスもさ、絶対欲しいなと思って、あったかいですよ。大事ですよね、結構。どっちになるか分かんないもんね。うん。なかったんだよね。特に私たちが想定している時期は、結構もう寒いですからね。 多分今ぐらいいと同じじ感覚じゃないですかちょうど夏が終わって、うん、まあ暑いって暑いけどねまあそうですね、うん、10月そっか、うん、もうほぼサラダみたいな感じ、うん、ナムルと野菜しかのってない感じ、うん、そこは何回も頼んでるんですけど、うん、結構栄養,栄養あるなって感じで日曜こんな感じでいかもうん はい、分かりました。金曜日とちょっと違う。ああ、そう,ですそうです、そうです。そうで、ん、す。土曜日に変えたんで。うん金曜なんかやったの生配信これのあ、これか。うん。私も金曜日なんか出したかなと思ったら、<laughs> これだと思って。はい。<laughs> こんにちは。うん。皆さんの月曜はどんなふうに始まったんですかね。うううんうん、うん。 ほんとに月曜日が好きじゃない。なんで仕事始まりだからいや、もう全く関係ないです。もう小さい頃からです。小さい頃から前も言ったかもしれないですけど、うん、ピアノの。まあ,あ、はい。ピアノがあって、ピアノが嫌いで。なるほど。まあ、ね、やっぱチューニングする感じよね。月曜午前中はいつも。うん。うんうんうん。<laughs> 私はこの3日間、K-Con っていう K-POP の祭典みたいなフェスがあるんですけど、なんかすごかったんでしょなんか見た僕、朝のニュースで。なんか入場、そうです、そうです。それがデビューした子だと思います。多分目覚ましとかあっちに映ってた子は。んデビューした子って。あの、私たちが見私たちは見てないけど。俺見てないあ、ちょっとだけね。基本は投票だけたらするっていう、マシンのように。 最後は確か見たねはいあ、それが来たのこのグループはそうですあ、そうなんだこれ踊ったのはい、歌いましたうん,うん。すごかったです、もうなんかうん。もう空港からやばくってもう,う本当にもうもうちょっと事件が起きるぐらいの大変さですごいねすごい人気でなんだっけ名前新しいなんだっけゼロベースワンですあ、ゼロベースワンだちょっと奈々さんがあんまり賛成しかねてる <laughs> もうね私もちょっと言い慣れないんですよねゼロベースワンうんで略してゼベワンですうんかっこいい何かそうですか、うん、航空機みたいなうん濃こめちゃめちゃダサいです <laughs> <laughs> まあでもね時が経つと慣れてくるんでしょうね、うん、<laughs> と思いながらそうね、うん、なんだかんだね、うん、<俺>今週何かあったかな先週 確か,にそのか週末はそれで結構盛り上がったのかはい、私も、うんまあ、ずーっと YouTube 見てました、あのー、あ<ー>配信で、まあ、YouTube でずっとやってるんで、ブラウザーからだと6000円払えば全部見れるんですよ、いろんなグリーティングとか握手会とかも本編とかも全部見れるんですけど、それでずーっと見てました。何あったのかな 土日は結構また僕ひたすら、あ、だから土曜日はフェスか。うん、で、日曜がまたサッカー行って、ゴルフ行って、メイクやるみたいな。お一人で静岡行ったんですかうん。うん。ほんとね、車に行こうかなと思ったけど、うん、なんかあの、新富士とかだと新幹線ですぐなんだよね。ああ、確かに、うん。だからもう行っちゃえと思って。うん、う飲めるしなと思った。確かに、そうですよね。うん、飲むからうん、ただね、コントロールしながらだったけど。 フェスも増えたね。やっぱね <laughs> いや、フェスは飲むもんだと思いますよ。全然。そそうそうあれはもう自分の中で言い訳したの。これはもうしょうがないから。いやいや,ああいや、いいと思いますよ。これも付き合いだと。いや、別にあなんか楽しんでいいと思います。<laughs> <laughs> ガンガン飲んで。あト。 ロトセブンあれロトシックスとセブンで違うんですか？なんかどんどん増えたんじゃないでか。バージョンがある。うん、どんどん難しいんでしょうきあ、そういうのがあるんですね。うん、宝くじ昔買ったなぁ。一度も自分で買ったことないんですよ、ね。本当。買わないと当たらないのは分かってるんですけど。大学生とかの時は結構なんか千円とかで買ってあのスクラッチで。うん、え、最高どんぐらいありますか？ 一万円あった気がするんだけどね。<ー>なんかもうそれぐらい。やっぱ宝くじは難しいよね。ロトって、うん、あれ削るスクラッチとかじゃなかったでしたっけ？なんか、うん、毎回抽選があるんでした何で調べるんだろう。え前変わってなければ多分あれだよね。あのサッカーと連動しててこのしこのチームが。あロトってサッカーか。多分あれ変わったかな。あんまりあんまりそういう系の話は、ねうん。僕がやってる時はそうそうずっと。 なんかサッカーで、ーなんかどこが勝つ勝たない、何点差みたいな。あとセブン、セブン初めて聞いたな。うん。それはトトだ。<laughs> 失礼します<ー>とか。トトとロト、出会うんだ。ややこしいっすね。ロトってロト,ってロトは普通に。うんあっ、<と>あれか。なんか何,何個のうちか、37個のうち選べた。 あ、やったやった、ね。なんかめんどくさそう、これ。ええー、でも楽しかったよ、僕も。なんかね、昔は。いいんなんか選ぶんだよ。選んだりあの、自動もできるんだけど。で、なんか、前、研究いたりするわけ。今日は。前回何か出てるとかね。数字の選び方。うん。マークシート記事、確かに出てきた気がする、<ー>僕の時は。うわ、めっちゃなん、すんごい通りがありそうですね。何通り。何通りなんだろう、これ。1> ん ?1 等が6億円 6億円なんですか、今。今10億あって。え多分たまってんじゃないあのキャリーっつって当たらなかったら。ら当たらなすぎじゃないですか、それ。いや、当たんないよ。<laughs> で、アメリカとかあれじゃもっと多分数が多くて。<あ>でもうなんか、あんじゃたまに1000億円上がりましたみたいな。あれすゃね1等6億で、2等は急に730万。うん。急、急な、うん、ぐいっと。っとね。 ああでも2等は7個をとりあえず選ぶのか1等は7個すべてで2等は6個ださらに申し込み数字の残り1個がボーナス数字2個のうち1個にうわすげえむずそうまあ、うん、選ぶのほんと楽しいよねへえ<ー>、うん これちょっとだけやったな、でも当たんねえんだよね、なかなかね。あこれで、このなんか、ゲゲーセンみたいな、なんか、こいおとしみたいな、こういう、ジャックポットチャンスみたいなやつで、ああの、抽選されるんですよあ、そう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 。うん。毎毎週、どどどういう、どういうタイミングで、これは当たる、<ん>当たらないがわかるんだろうか。毎毎週週じゃないですか 1> 週一回ってことなんですか、ね、あれ,そうか,僕あれそうか。週2はトトか。うんとりあえず、その宝くじ系は、ロットセブンロットシックスミニロット、ビンゴファイブナンバーフォーナンバースリー。うん,うんあ。じゃあ、トトは全く別会社というか、<laughs> 宝くじ系じゃないってことなんですね。うんまあ、とか。う かかんない、うん。まあまあ、いいよ、そんなに。うんめちゃ研究しなくても。<laughs> でも、なんかやってみたいな。あんか人生一回ぐらい。あ。このアプリでできるんだ。うん、えー、まあ、窓口でいけば、そうできる。ええー。うん、定期的にライブに行く歌手。定期的。宮田大地ん ねそね、はい、ないんだよなライブほんともう仕事で行くような感じでこういかもね僕は私は大概自分でもう取ってでも行きたい人じゃないとあんま、う、り、ん、行かないかもしれないですそうそう長いのねやっぱ関係者でって、うん、なんかもっとこうね、うん、シーンとしてるんだよ何か、ね、別に見ててみて楽しいんだけどね、うん、あ,あすごいすごいみたいな ただやっぱりこうね、なんかこうやったりなんか、それが楽しいんだよみたいなね。なんか野球でもなんか外野席の方で見たいみたいな、そういう感じ。そう、分からんわかるだからなんか、知り合いだったとしても一旦自分で取って、それで行きますよって言ったら、どうするって聞かれて、そっちの方が良かったら席変えてもらったりとかしますけど、基本的にはなんか、普通に、なんか、 なだからなんか気兼ねなく行きたいっていうのが好きだったりう,うんうんうん分かる分かるうん、ないんだよなでも行くとやっぱりいいよねいいなぁと思う、はい、うん楽しそうみたいなうん、うん、まあライブっていうか私は毎年絶対行ってるのはフジドッグなんであれ今年はもういつ ?8 月です行くの ちょっとフジロックか,分かんないですサマソニは絶対行くんですけど19年、うん、までは、えー、と1回目抜かして98年が一番最初なんですけどうん、うん、それ以降は全部いってるんですよね、うん、今日はチャーハンと中華スープいいねチャーハン好きだ最近。 はして子どもがね、してるんで、毎週試合なあんですよね。しかも結構、割と遠征してますよね、こういうとこに。なんかね、そう、いろんなところで。東京でたくさんあって、何百もチームあって、一応なんかトップ10にいるみたいで、結構強いですねただ、ホームグラウンドがないのよ。だから毎回遠征になっちゃう。 先選手かなコーチとかでも喋ってて、とにかくみんなの今、願いはホームグラウンドが欲しいと、うん、グランドさえあれば、皆さん、どうしてるんですか、ね、そういう強いところとか、なんか提携したりとか、うん、その専用にしたりとか。専用は多分無理なんだけど、普通はなんかくんじゃん、そのプロ球団でもさ、<ー>別にその専用じゃなくても、持ったり、まあ、あとはなんか、プロのね、J リーグとかのユースとか、ジュニアとか、うん、そういうのだったらね。 もそこはね、多分ユースもあんだよ、確か。15歳とかあんだけど、うん、それでもないのよ。あ<ー>結構ね、公園を借りたりとか、定期的にぐるぐる回ってるんだけど、<ー>本当はね、そうそう、ちゃんとあったら。ホームグラウンドアるトいいですね。はあ、慣れ親しんだところが、うん。だからね、あの、我々の夢はさ、ーボックスタジアムあんじゃん。うん、うん。だからまずは一回、その辺から始めてもいいかなっていう、この地元密着系のちっちゃいやつ いいですね。パパが持ってたらめちゃなんかめちゃ株上がると思う。<laughs> <laughs> それも一軍上げて上げてくれとうん、うん。ちょっとコネクションが見えてくるとちょっと <laughs> ちょっとやらしいね。あですね。うん、まあでもね、こちらも才能ある子なんで。いや二軍なんですよね。一、うん、軍二軍三軍でまあ中間な中ね。うん もうずっと今のところはやりたいって感じなんですかサッカーは。うーん、ただね、やっぱ十区も行き始めてからね <laughs> 下の子も。でも五年生、今四年生なんだけど五年生まではなんとかなんかやりくりすればできるかなって感じだった。うん、うん。なんかね、そうそうずっと勉強だった。うん,なん。なんかなんか良くないじゃん。良くないっていうかね。う,ん、うん。なんか下の子はそれができそうだと思う。 いや、スポーツから学ぶことはめちゃめちゃ多いですからね。あるしまあ、ストレス発散もなるしね、うん。金曜日に抽選があるんだ。どんな魅力が、大地くんあ<ー>まずは、とにかく歌舞うまい。あ歌舞うまいね。うん、でもうセンスがすごい。 でもうダンスがもうレベチそして人柄が素晴らしいうんそして穏やか、うん、でやっぱりあのステージ上での普段の大地君はすごいゲームが好きで、うん、YouTube でもゲーム配信してるぐらいゲームが大好きなあの男の子なんですけどあのステージに立った時の,あのもうなんかね マイケルジャクソンを見てるような感じ。マイケルジャクソンっぽいよね。うん、なんとなく系統とかスター性とか、うんうん。だからなんかね、立ってるだけでもすごく絵になるというか、圧倒される。うんうん、なんかそのステージを把握する感じとかが本当にすごい。うん、まあ単純に私はもう本当に歌とダンスが好き。僕はね、三浦さんが子供の頃あったじゃん。グループ。はい、あの歌結構好きだったんでね。うんうん なに、ヒートウツーってやつ。ポルダーの時ですよね。あ、そうか。うん、あのー、それこそね、ジャクソンファイブとかの歌とかもね。うん、そうか、まあ、同じなんだな、確かに。グループから独立と。一回編成期をね、迎えた時に小さい頃から、ね。そうだね。やってたので、一回休憩とかある、ね。そうです、そうです。でも、本当に、学業を優先して、うん、みたいな。 もそれでね、復活してまたねすごいよね素晴らしい普通ねあんだけ休んだらね忘れちゃうというかうーんでもなんかやっぱ努力の人ですもううか私なんかやっぱ天才なのに努力する人ってやっぱ好きでまあみんな好きじゃないですかうもう。 だから、なんか、その自分の限界を、自分を超えていくみたいな。そうね。人を、どの世界でもする人に、やっぱり、なんか尊敬するというか、魅力があるなと思っていて。うんうん、確かに。うん。常になんか、進化しつつ、うん、常に上を目指してるみたいな、常にいいものを作りたいみたいな。その気持ちが、すごい現れてるのが、めちゃめちゃ好き。確かにね。うん、あれ、ダイスって、なんだっけ。あれだっけ。はーなさないのやつ。キーメーカーから、の人、ダイス。 ダイスの曲何にもわかんないです。よまあ、もうリータはィいです。ダイスって ABEX の子供がいいですけあれそれじゃないですかでも私は多分一生わかんないんで、今のところ。今の僕の歌ではわかんない。え、なんか結構売れてた気がするよ。なんかそう。結構好きだったもん。子供結構好きだったもん。私結構、大地組以外歌うのも興なんだ。すごいな。大地オンリーなんだ。はい、ほぼ大地オンリーです。あとはあれ 2発じゃ足りないのかい2発目もお代わりしたいななんだ。めんなさいそれは大イスでしたダかダイス確か大イスダわかんないんです <laughs> いや結構あだから TikTok も見ないもんね,ね TikTok くらい確か流れるん、ね、ですよ人気ですよねそうそうそうあれなんかレコード大賞とか出てませんでしたっけ出てんじゃない わからないちょっと掘り起こせないごめんね。大一君はあれなの基本は今はライブがとまあ歌やってみたいながサイクル。そうですね。うん,うん。平均でもさやっぱ C D 出してんの今でも。もちろん。そうなんだ。はい。うんきてないじゃん普通もう C D って。そうですか。うん。違うんですか違うんですか。<laughs> すかでもアイドル界とまだちょっと違うんですけどうんまあ。 音盤と音源って違うので、まあ結,局結果的には一緒になるんですけど、うん、まあ音っていうね。だからだたいまあそうですね、確かに CD 買うっていうよりは、ね、なんか Apple とか、なんかいろんな Spotify とかね、うん、いろんなところで買うか聞くかみたいなところが皆さん多いでしょう、ね、まあそっか。うん、か私も本当に好きだったら私も絶対音盤は買うんですけど、うん、じゃあそれで聞くかって言われると、るね、でも、大地君の場合は、 やっぱり綺麗な音でいい音で聞きたいしうん、うん、かつやっぱり音盤買いたいファンだからうん、うん、か買いたいしっていうのであの私は CD 写してます読み,て読み取ってああ<ー>、はい、す,すごいことやってんねんへえも,、ね、もうね昔かそうだったのなんかそっちの方が慣れてますもちろんパパって聞きたい時とかはなんかサブスクとかねアップルとかで買ったりしますけどでも今でもタワレコさんぐらい残ってるのって まだ売っそうですねあんまないよねもう HMV もね売られちゃったし海外のものになっちゃったしなくなっちゃったしどこがやってたっけな HMV 確か海外のファンドがどっか忘れましたけど買い取られちゃって今なかなかないですね実店舗っつったらあっそれこそアマゾンとかでのじゃあその CD 買いたい時ってどうしてるのみんなそうじゃないですかアマゾンとかそういう感じかはいなるほどね エミさんって聞いたことあるの？うん、エミさんは有名ですね。なんだっけ？エミさん J ポップ。うん。だけどなんか壮大な感じですエミさんって。壮大な感じ。うん。これ一人だよね。一人です女性の。うん、うん、あんまり日本で聞いてないですね今ね。一番最新だともうバウンディさんぐらいかな。おお<ー>。うん。でもそんなに。でも<や><の>バウンディ最近じゃない？ うん、でもそんなになんかこういっぱいアルバムを聴いてますとかいうわけでもなくあ、まあ,そう、ねうん、あいい曲だなっていうぐらいでもう、まあ、もっぱらも,もう k p o p かダンスミュージックしか基本は聴かないのでうんうん、うん、僕も大んさんはラジオで聴くぐらいだよなあそうなんだはいあとか運転の時聴かないのか ないですも自分大体そう,いいそう運転の時 JWAVE かうんまあいいですよねたまに聞くとなんか今流行ってる感じとか今の感じを聞けるんでああこういう感じなんだみたいない確かに、ね、土曜か日曜かねうんなんかなんか言ってんじゃん音楽ひたすらうん、うん、クリス・ペプラーさんかそこでこうなんか、ね、最新の句をこうアップデートするみたいな、うん、やっていくかも。 なーちゃんがゆうすけさんにジョークでイラッとくるのを笑えます <laughs>。ジョークでイラッと来たっていうのさっきあったっけ？そいますよとかさ。<laughs> ああ<ー>、そうだった。ああ、そうか。ね、あれねでも一方でそう田中しん信者じゃないけどさ、田中ファンもいてさ。 田中ファンからするとさ、カタツナナのあの態度はんだとうん。違うんだよって。調子乗ってんじゃないかいや、こういう感じなんですよってね。いいんすかみたいな。いや、全然いいんすよ。あれで。んじゃうすみません。いや、死んじゃない。ご無礼、ご無礼をして、すみません。こういうね、そんなね。 すげえかしこまられても困るけどね。<laughs> 何もいじられない。すごいかしこまられたらね。<laughs> いやでも普通社長ってそうですからね。いやイメージがやっぱり。あまあそううは社長ってそうなのか。そうですよ。確かにそうか。普通の社長のこう YouTube だったらなんかもうセッティングしてこうよ読みながらみたいな感じなのかな。ああそうじゃないですか。ご飯ん食べながらしたいもんね。ごそんな怖いことできないですよ。<laughs> そ でもなんか人みたいな方がずっと見ててチェックしててどうなんだろうどうどうってなみたいな。次どんなそうそう。何言うのとかね。そっか。こんな自由に。こんな自由でしないですよ。そっか。ビビンバ食べながら。いやな結構リスキーだと思いますもん。普通に考えたら。そっか。はい。でもまあ、もう51回目ですね。50回目やってんですかあもう51回。ほら。すご。カウントしてんのこれ。ああ、なるほど。 初めて知った。すごいやってますね。100回でなんかね、本気重症したけどね。出ますかね。うん。あれ本気のやつ。もう超特別ゲスト呼んで。うん。確かに。うん。ちょっとね、ずっとね、飯ばっくって言うのもね。そうですね。たまにはね。たまにはね。やってる100回目で皆さんお付き合いいただけると。うん。年もね、あの、1個上なんですよね、ユスケさんが。でもほぼ同じよね。はい。 同じ時代を生きてきました。うん、ね。で初めて行ったライブも同じだしね。そうそうそう。うん、あれ天野ちゃんですよね。あ違うあ違うかあのエイベックスじゃない。あそうそうそう。うん、あの T.K. あ違う,う,う。ナムロちゃんそうそう。ナムちゃん初めてボディフィルエグ i ットを歌ったああああってやつ。やばいっすね。あの時代ですよ、ね。あれどこだったっけな。なんか豊洲とかあっちの方のったけど。ねを、うん。が<オ>うん。そう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 。 すっげーでかかった気がする。でかかった。ああいうのああいうの見たことが、で今です。まあまあこうフェスってなりますけど、ああいう風なのが初めてだったですもんね。いわゆる普通のフェスでも多分すごい入ってるね。多分もううしとーみたいな。すごい人だった。あとめちゃめちゃ豪華だったよねあれ本当に。もう全員ですもんね。当時のこののファミリーの人は、うこの人だけでも行くって人う人誰だったじゃん。 当時の本当ね、エイベックスさん、最強だったよね、もうね。いや、最強でしたね。あの時あれ、あのときも TRF か。うん、TRF とか、ずっとメインっぽい感じだよね。そうですね。確かグローブさんも初めてなんだよ、うそう初めてで、ちょっと、KEIKO さん初めが歌うっていうので。いろんな気がするんだよな、瞳さんもいた気がするし。そう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 。 イサちゃんもいた気がする。あいたっけ、あそう、いた。うん。そうだ。懐かしいなぁ。うん、そう。あの時は良かったね。かったね <laughs> あの感じもね。<laughs> あの感じ良かったなぁ。うん、ああいうの、今はどうのね、ねどこがやるんだろう。もうないか。日本だとなかなかですね。うん、なんか会社とか、あと、あの、グレイさんがさ、なんか十万人集めてかやったじゃん。うん。うん ああいうのってもう最近ないよね、だかみんなもうフェスって感じ。そうですね。なん,でなんだろう。確かになんかみんな大きいところですね、ドームか武道館で。うん、なんかね、十万人が集まってますみたいなのもなんかまた盛り上がってほしいけどね。そうですね。大体、うん、フジロックで三日間で十二万人ぐらいですか、あ今。あ、そっかそっか。はい、そうね、フェスはフェスでいいんだけど。なんかそういう一組がひたすら集めるのも。 いでもそんな人なかなかいないですからねグレさんとかあれですけどグレさんでもそうやってなって10万人やってみるとすごいよねすごいですよねあれもそうワイドショー見ながら思ったもんすごいなみんな会いたいから恋しくてね来たわけですよねそうね全員会いたかったと会いたかった夫婦だわ そんうん、ゆううけけちちゃゃん、食べ終わっっったああ、もも早早早いいい<う>、うん、いのかな、な僕だと思いますす<当>私も喋ってなければ、めめ、うん、で昔は若いこもは本当早すぎて、うん、あの一番なんか若いあの入,った入ったばかりの AD さんよりもはご飯食べるの早いみたいな。 もう一周してました。<laughs> <laughs> やめろ。<laughs> お腹も空いてるし。健康的だな、うん。でもそれを結構ゆっくりにしたら調子良くなりました。食べるの早いし食べるし量もだかからじゃないね。だからちょっとあれだったんですけど。そうだよね。でもねあのキャットハウスダンボールがね、うん、先週間スタートして、はい、結構ね毎日。 ンンスタトに今どれくらいかな30人だからもう200人ぐらいの方買ってくれて結構ね定期的にうんか買ってくれてる感じただなんかツイッターとか見てるとんか今ロコンブで特に欲しいもんないけどこれ欲しいからあざあせみたいなそうやってね買ってくれると本当に嬉しいしこれ徐々にね草の根活動で広がってくると思うんだよ家行ったらあれこれってみたいなうちもうちもみたいなね みんな、どうか、アマゾンのダンボールから、うちの、ね。あ、そうね、おしゃれな、キャットハウスダンボールに。はい、うん。してほしいな。多分、猫相当増えてるもんね。うん、今、何家庭持ってるんだろう。何世帯って。今、多いですよね、猫ちゃん。一パーいってる。一パーいってるかも。てじゃないですか。五千万世帯だから、五十万世帯。うん、まあ、いってるかもね。 コロナ禍でも、うん、まあ動物自体、うんあのー、飼いたいっていうか、うんね、コロナ禍で家にいてみたいな状態で動物と暮らしたいなみたいな人が増えたのもありますし、ね、今、猫ちゃんすごい多いですね。うん、なんか徳井さんとか,なんかすごいなんか、ね、猫鼻イメージ、なんか昔猫芸人みたいなやつあー、チ、うん、ュートリアルのさんでっ、ねうん、よね、うん 確かに猫な。いやでもな、今日朝、芝犬見たんだけど、芝犬の芝犬可愛いいんだけどね。いいかったですね、ねあの子。そう、ワンちゃんならそう、芝犬のあの感じんだよね。芝犬いいですよね。ああもうずっと見たのそのあの感じわかります。うん、私もなんか、最近 YouTube で友達に教えてもらった芝、うん、犬と猫ちゃんと、あともう一匹 <laughs> ワンちゃんがいて、うん、っていうなんか、それを あの多分ご主人さんが溢れこしてあのやるみたいな日常みたいなのを切り取ってる動画を見るのがすごい癒やしです。それワンちゃんの声にググです。はい。ななんか性格もわからないですけどもうその声とリンクしててそう。それがすごい可愛い。いそうね。なんだろうねあの芝居のあのキリッとしてるけどちょっと間抜けなそうなんあのちょっとヘナってなんか申し訳ないそんな感じとかあの。 お尻のあの尻尾のクノクノみたいな感じの。うん、そうだね。可愛い,い。ね、だから、ね、穏やかでいいですよね。そうそうそう。ね。なんか一軒家とかだったら柴犬、ね。そう、うちもそうだ、ね。な、うんか一軒家だったら一軒家ねマンションだけど一軒家移ったらうん柴犬ってワンちゃんまあワンちゃんだけどワンちゃんってやや,やこしいけど、うん、ワンちゃん防犯にも役立つのか。 いるんじゃないですか。なんかちゃんとしてください。その責任感強いさであれば。トイプーとかとね、まあキャンキャン言ってくれたけど。でも逆に、うち前チワワでしたけど。あの、結構不審者とか知らない人だと、ワンワンが、もう。あ、そうなんだ。ちいちゃきなのに。ちいちゃきなのに。すごい頑張るんで。結構大きい犬とかで、警戒すると、すっごい吠えたりとかするんで。そんな小さい大きい、あんまり関係ないかもしれないです。気が強い子とかは、わりかしもう、バー行くし。そうか。そう、だから柴犬でもいる。 うん、まあ、いかみたいな感じで,でしょうし、ね。た <laughs>、覚えてる。そ <laughs> うそう、覚え<む> <laughs> <laughs> 確かにね、番犬になってほしい。ね、番犬になってほしいな、言ったらいな。今か旅行とか行くんだったら、ちょっと大変なのか。うん。うん、まあ、でも、いいどうなんでしょう。でも、それだと、犬と猫だったら、うん、逆に犬の方が楽かもしれないです。 あの犬ってそんなに、まあうん、家がもちろんねみんな好きだと思うんですけど、うん、預けたりとかうん、うん、結構外に出る散歩で慣れてるのでうん、うん、お外に出るっていう環境が変わることにそんなに、まあま、慣れてはいるので、うん、猫って家に住む子なので、うん、もううちは結構大丈夫なタイプなんですけどうん、うん、もう外で出るだけでもうすごいストレスになったりとか<ー>環境が変わることが結構嫌いな。 こだからなんかこうどっか行く時とかに下手にこう預けられなかったりとか、うん、ああのペットホテルだったりとかに猫、うん、ちゃんの方が結構神経質な子が多いから。 ペットホテルどれくらいのもう普通のゲージでしてワンちゃんとか猫ちゃんもそうなんですけどもう定期的にワンちゃんだったら散歩してくれたりとかあとは外の広いところにみんなでドッグランみたいな感じでちょっと解き放ってもらったりとか遊んでもらったりとかはします基本寝床はゲージみたいなところにいますけどそうですね私も今回韓国行く時は友達に来てもらって。 ご飯をとちょっと背負してもらってみたいな感じします。それが一番いいけどね。そうなんです。<laughs> か確かにそれが一番助かります、ね。そんなことしてくれる友達なかなかいないからね。うん、まあその子もあの猫を飼ってる子なんで。うん、バッテリー低下ク二十パです。そう今日忘れてた。バッテリーを充電しない男なんで。<laughs> えっとゆうすけさんはウサギですよね。あ、そう、うん、ウサギがもう二羽でね、一羽がなくなっちゃって、うん、もう残り一羽。名前なんでしたっけ？モコとココでどっちがなくなったのかな？モコ<え>いや、あんまりいそう,そう,いうだって全然なっいてくんないんだもだからあのそういう関係ないじゃん家族じゃないですか。そう奥さんと子供が可愛がってるけど。家にいるのに名前知らないとはどっちだろうとか結構ひどいですね。<ー> <laughs> <laughs> だってさあ、全然さあわかりますよ、私もうちも全然懐かなかった全然懐かないから、もう可愛くないし、みたいないや可愛いんだよね、こう外で見てるのに追いかけてもさ、もう逃げあ抱っこもさせてくんないからさで抱っこした後でバーンってするんで、すごい痛いですね何かいと、そんなねだからそう作業ウサギで可愛いんだけどね でもなんかあれかもね。なんかそう。奥さんとかと毎日エサげたりしてるから。はい、そうしたらなんかちょっとちょっとこうちゃんとコミュニケーション。ね、ご飯。それはずるいよっていうと。関係、ね、それはちょっと。うん、その辺ね、なんか芝居になったらうまいこと読んでくれる気がするんだよね。<laughs> とご飯はくれるけど、でも多分お金がせずにちょとこっちだ、みたいな。うん、うまいこと。<laughs> いやあの顔は分かってくれてると俺も信じてるよ。<笑><笑>外で買うのはやっぱりもう最近ないのかねみんな。 ないですよねまあねいる子もいるけど日中はね外に出ててみたいなことかはいるかもしれないけど昔はでもほとんど外だったよね,ねいつからはねこの中になったんだろうやっぱ感覚かなどうなんだろうえ、ね、なんで急に なんかね、そのちっちゃい小型犬、うん、トイプーとかはまあ中だけど、うん、なんか柴犬ぐらいだったら結構外で買ってる、こっちとかとちゃってあって確かに、まあでも都会、うん、だと特にね、ま、マンションの方が多かったりとかね、今夜も、ね、そんなにあれなんで、うん私たちの生活スタイルも結構変わったと思いますしね、昔より。 ちょっと、奈々さんみたいに英語とか語くかわかりますか毎回言ってるけど、私、だから喋れないんだってば。毎回聞くけど、私は喋れないからね。で、まあ分かってるけさんは、死ぬほど喋れないから。そこをちょっと比べられると、ちょっと、ちょっとなーっていうか。そうですです。一応ね、あのね、アメリカのね、大学卒業してますんで。はい。ネイティブです。ネイティブじゃないけどね。 でもね、なんか最近、あれ、何回僕、英語喋ったんだけど、なんだっけなあれ、なんか、なんだこの間。なんか喋ってた僕、あそうか、あの,あのイタリアから、そう,そうそうそう。そうあの時でもだった、すごい喋りたかったから、やっぱり出なかったね。うん,うん、なんかうまいこと、あれ出てこないみたいな。やっぱずっと喋ってないと、忘れていくんだろうね。でも、ペタスさんの時とか、あの、日本語と英語ミックスして喋ってた。あ、そうね。うん、でも、あの時も、やっぱね、たまにこう、出てこない時があるんだよ。あ 出てこないいや出てる方ですよあれは全然全然前はもっと出たからさやっぱ消えてくるんだなでもまあやっぱ喋らないとそうなのねだからね一時期はほんと楽天さんがさ英語を雇用化したじゃんだ用語うちもちょっとだけやってみたらどうなのかなと思って考えたことあるんだけど絶対回んねえやと思ってもうたれ僕が喋ってみんな「はいはい」みたいな「何つか」みたいな「英語喋れる自慢っすか」みたいなそういう感じで見られそう いやでもねいつも喋ればいいなと思うんだけどあそうねー、うん、ほんとねたとんまたね若い子なんか得意ねうんネオニートって何ですかネオニートって何ニートのネオがあるの、うん、なんかネオヒルズ族的な新しいああそっかそういうことかネオニートネオのニートってどういうことするんだろう なんかあれじゃないだか,だから稼いでるからさ、多分稼いでるんだよ、きっと。デイトレーダーみたいな、そんな感じですかね。なんか、あそれはもうデイトレーダーだよ。あそっか。まあでもずっと見てるから <laughs> <あ>。でもほら、最近もさ、それこと、うちの競合に当たるのかな、はい、クルーズさんっていう会社があって、はい、そこがなんかあの新しいゲームで、はい、もうなんか最近僕もやって、うん、週末入れて結構遊んでるんだけどさ、うん、なんかゲームをして、そこでこうお金を稼ぐみたいな。 あうん、なんかそういう、なんかあるんじゃない、去年、私もそれ、なんか友達がそういうのをやっていて、なんかこう、どこだったっけな、えっ、ー、と、フィリピンか、どっかアジアのところで異常に、うん、えっと、今まあ N、NFT みたいな感じで、うん、そういうので、まあ、仮想空間で稼ぐみたいなのが、すごい流行っててみたいなで、うん、日本はまだそんなに入ってきてなくてみたいな状態で。 ななちゃんゲーム好きだからそういうのやってみたらみたいなお金稼げるよみたいな感じでんかちょっと気なくさいなってなって新しすぎてしかももともとゲームが面白かったんですけどそんなに興味が湧かなかったんで別にやらなかったですけどなんかね NFT と絡めてでさらにこうねなんだっけな買ったらそこでなんかねかつゲームなんかしたらお金が入ってきてみたいな。 海外ではねすごい今ね、うん、流行ってますけどそうそうそうなかなか日本では浸透してないかもしれない、ねねね、最近はそういうので稼ぐネオニートさんも結構いいんじゃないですかねだから本気で多分日本がそういうの作ったらやばいと思いますね、うんうん、まずはなんかやるものが面白くないとこっちもはまれないんで、うん、ただお金のためにっていうのはちょっとやっぱりゲームとしてあんまりあれなんでやっぱクオリティがね日本は高いから結構ねやってると何だろうな でも難しいよら、ね、ど,どこにどう絡めるのが正解なのかなというか。なんか僕はそのやってるやつはさ、うん、なんか対戦系なんだけど。何系ですか格闘かカードゲームに近いかな。カー,カードゲーム。うん、ーカードゲームっぽい感じで、なんかそうそう。運もあるんだけど戦っていくみたいな。うん、でもそこはやっぱ NFT でキャラを買うと、なんかそうお金入ってきたり、うん、強くなってくるんだけど、相当だからだんだんさ、やっぱやってると。なんかあ私多分そういうやつかもしれない。 それうん。そうかも。うん、もう一方で歩いていくと、もう。 買わなだから多分結構これまだまだコアな人しか無理だなっていう感覚僕もさ NFT を買うってそのためにこのなんか仮想通貨を買うとかいまいちよく分かんないからさだからなんか一定数すごいレベルにいかないと、うん、結構行かないみたいなのがあるんでうん、うん、そこまでは結構ねだから投資みたいなところもあるそうんだねかだからいまだに僕もそうなだでな仮想通貨もなんかよく分からんし、うん、NFT もなんかなーっていう、うん、でもあれもね結局なんだっけ ジャック同士ってあのツイッターの創業者がツイートを NFT で一回売って、はい、それがなんか何億円に売れたみたいなニュースあったんだけど、<ー>結果的にでも今なんだっけな、今もうそれがもう数百万円値上がりしてて、やっぱりもうなんかあ結局も元々価値がないもんだからさ、まあ、確かにだからそう反動大きいですね。反動大きい。だからなんかのオランダで昔さチューリップがすごい急降下値段があったじゃない。あ、そうなんですか。うん、百年ぐらい前。<ー>チューリップ なんかもう経済でよく語られるんだけど当時はチューリップに価値があるって言われてチューリップもあるしまねそんな無限には作れないからそこでもうみんなお金がうわーって集まってどこで気づいたらあれなんでチューリップみたいな。いらなくねってバーンって下がったみたいな。結構そうですね。NFT もね基本的には根源はさ有限のものに一回これが値段上がっていくよみたいな感じで集まってわーって集まって途中で気づくみたいな。あれみたいな。 まバブルもそうじゃん、結構、はい、バブルもね、こんな高くなってもよくないんだいな、うん、NFT もね、仮想通貨もまだ、あ、正直、そういうなんか歴史が繰り返してる感も正直あるからね、うん、まあ先行者で入って、儲けることはできるかもしれないけどっていう気はするけど、うん、まあでもそれ、ね、先行者で入って、ネオニートルなんか稼ぐっていうのは、あるだろうね。入る、うんうん、のはやっぱり早くやってなんぼですもんね、そ<う>一番最初にやることだから。 それにもうちょっと乗り、乗れなかったらちょっともう、もうね、こっちできたねそう <laughs> そうそう。そうよ。うん、昔本当、急行も確かすげえいでかったんだよ。へぇ、そんな時があったんだ。うんだ本当、論とか何でもいいんだよね、多分ね、みんな。そうですね、うん。これは有限ですとか、数は無限じゃなくて、価値が上がりますよって言ったら、うん、何でもみんなね、わーって買って、で、売り抜ける人がいいん、ね。うん でも今の世の中の方が物あふれてたり情報も多いんで難しいでしょうね、うん、なんかこうせ精査するのもそうサイクルが早いみたいな昔はねチューリップの時は、ね、ね<ー>スマホなんもないからさ、うん、じゃあそうなんだみたいな言 <laughs> ますけど、うん、そうなのよー NFT 古い PC やっ潰してしまいました潰すとは業界用ですかえっと普通にあれじゃパソコンが壊れたんでああ確かにそっかあれ でも、オンラインでなんか、残ってないのかなそう今ね、わかんないんだよな、本当に。もう、FT っていうか。私も仮想の世界、まだうきですね。なんか、スーパー現実主義なんで、そこら辺あんまり、なんか、求めてないんですよね。見えないものにお金かけたくないんですよね。だから上場企業でも結構、なんていとかね、そういう参入してるから、うもあるけど、うちはなんかね、いや、そこで当然、先行者入って、こう、ぴっと儲けるのできるかもしれないけど、なんかなって。 よく分からんっないんですよね、なんか。からね、ちょっと地道に猫の段ボールを売り、靴を売り。ありがとうございます。本当ね、どの猫もみんな進んで入ってるみたいで、やったーみたいな感じで。やっぱ段ボールしか勝たんのですよ。やっぱ猫は、結果的に。しかも今回ね、アマゾンと違ってた、上も囲われてるから、猫からすると最高だよね。です。ま、ええもん、あんまりすかと。 うちもすごいおももちが。で、私は何個も、あの、試作品も含めていろんな場所に置いてるんで。うん、だからなんか取り合いせずに、なんか、今日、今週はここにいます、私は、みたいな。<laughs> なんか、うちは二人いるんで、うん、そう、なんか、譲ったりして、えー、今日ここ行きますんで、みたいな感じで予約してるっぽいんですよ <laughs> あ、そうだ。<laughs> あ、今日はきなちゃん入ってんだとか、あ,あ、今日もきかみたいな感じえー、面白い。はい。は てな感じで、じゃ、はい、えっと、今日はこんな感じにしようと思いますと、はい、で、水曜はね、ちょっともしかしたら出張も入るかもしれないんで、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、もしできたら、はい、はい、やろうと思いますので、もしよかったら来てください。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。今週も一週間頑張りましょう。そうだ、月曜日だね。